今日は
仕事休めかな。ワクワク。おいしょ。ギガが電波が持つのかわからないよね、これ。できるだけ。とりあえず。はい。ガンガン。はい、あっちですね。ゴーゴー。あー。センサー、ありがとうございます。お疲れ様です。こんにちは。いえいえ、どういたしまして。ソテツ、ソテツがいっぱいやね。ソテツだらけだ。これこれ。散歩散歩。レッツゴー。レッツゴー。あ、ジェイコロさん、こんにちは。お疲れ様です。はい。今日は、そうそう、観光がてら。観光って何回か来たことあるんだけど。大きいの散歩が、いいかな。展望台、もうちょっとだな。来て。お土産屋さんやったな。これだな。はい、どうぞ。風が取ったら。お兄さん、はじめまして、こんばんは。お疲れ様です。さや。お土産屋さんやった。そうだ。昔来たことあるな。天気が悪いからちょっと残念だね。よし。
聞こえてます？聞こえてますか？どうぞ。もしもし。もしもし、どうぞ。どうぞ。あ、聞こえてる。よかったよかった。ちょっとだいぶ天気悪くなってきた。あ、今でいいか、いいか。多分ね、一番上は、なんだ、風よけがないから、こっちは、ちょっと、建物の影になって。あ、ごめん。ごめん。あ、ふうかさん、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてなんですね。ちょっと日本で感じてやっぱり天気が悪い。これ真っ暗。あ、なんか金があるね。なんだこれ。おいしょ、お疲れ様です。金がある金。なんか流さなかったね、これは。あ、でも、あ、ごめんごめん、大きい蹴ってしまった。花見っていう集落です。花見。平気。え、風？あ、大丈夫でしょ。風は大丈夫ですよね。ソテツだ。ソテツトンネル見せたかったんですけど、ソテツトンネル通って帰りますんで。じゃあ、みんな見たかな？風の音、見れましたね。じゃあ戻ります。ソテツトンネル。ソテツトンネルを通って。はい。あ、帰るべ。展望台は、はい、そうそう、カンちゃんさん、ソテツは分かるよね。ソテツは分かりますよね。ソテツトンネル金通ってきたらちょっと分かる。そうそうそう、コニーさん、おー説明ありがとうございます。そういうソテツ自然ソテツの群生林。これは砂鉄、砂鉄砂鉄、これこれこれ、砂鉄見えるよ。そうそう、これこれ晴れてたらよかったんですけど、天気が悪い。これ本当に最悪だと思ってました。そうそう、ポッキーの散歩でちょっと気が、また袖突き止めるとと戻ります。あれ台風で飛ばされたんか。あれなんで全部パンツの方がゆるゆるだからぜ。パンツがどんどん下がっていくんだけど。やば。あ、金太郎さんと。403、こんにちは。ありがとうございます。はい、ポッキーと。ハイビスカス。はい、ポッキー、ハイビスカス。ハイビスカスはやっぱり、きれいに。ちょっと。ハイビスカス。ハイビスカス南国ですよ。南国ですね。さあ、戻ろう。ソテツトンネルを通って、これソテツトンネル。天気悪いんですよ、ほら。え？残念なことに。レッツゴー、レッツゴー。はい、ソテツトンネルを通ります。もう一度通って戻ろう。これどうやったら見えるかな。これでわかるかな。これでわからんな。トンネルはまだですね。初めて見た。結構でも温度も上げてる、庭に植えてる方いらっしゃるんですけどね。ソテツ、これソテツ。
さあ車に戻るだよ、戻るぜよ、鉄ジャングルを通って戻るぜよ、小学校に、はぁ、バナナの木わかります？ソテツジャングル、ジャングルじゃない、ソテツトンネル、はい、行くでポッキー、見えるかな、よいしょ、こっちもソテツトンネル、これ何の木だろう、ガジュマルかな、ガジュマルの木かな、そうそう、トンネル、ソテツのトンネルで、ソテツトンネルで、出よう出よう、右も左も、これ、ね、結構昔、遠足で、遠足で行ったのかな、よいしょ、ソテツ、ソテツが、これ倒れる寸前だな、これ、もう見て、あ、これは、これはアダの木かな、アダの木かな、台風で、ね、台風で傾いたの、風が強すぎて、ここが、ここが入り口、ソテツ、ここがソテツトンネルの入り口かな、ねえ、天気が良かったら良かった。ほんと。この天気はいけんわ。残念。さあ、戻るで。今度天気のいい日に外でやりましょうか。どっか見たいところ、やっぱり海がいいですよね。山に行くよりも。ソテツトンネル。伸び伸び。そうそう。やっぱり、ポッキーが。この真ん中の方に実がなるんですよ、ソテツの実が、ソテツ、わかるかな、あれ、この先っぽの方にソテツ、ソテツ連発、行くぞ、ポッキー、あ、これ見せる、また看板、はい、見えましたかね、その実、あ、なんかね、アク抜きかなんかしたら食べれるらしいですよ、昔はうちのばあちゃんとか食べてたらしい、らしいです、ソテツの実、もう字が消えかかってるな、ソテツの流星林とソテツトンネル遊歩道、どうしよう、車なの、ここが分かりやすいな、ここが本当のソテツトンネルかな、入り口かな、さっきの何だったんだ、あ、これはバッチリ見えますよね、分かります、トンネルになってるの、ほら分かるかな、あ、ポッキー俺に、あ、違うか、こう抜けて、こう抜けて、頭打ちそうだ、危険だ、濡れた、足がびちゃびちゃ、びちゃびちゃだった、危険は、かがまないとね、飛べないですよ、だいぶ低い、ここは大丈夫だな、こう抜けて、ポッキーおしっこした、おしっこ、トイレばっかりだ、おしめしてるんだ、あ、こんばんは、よくさん、こんにちは、こんばんは、こんばんは、もう暗くなってきたよ、そっち、ここは、あれ、こっちだったよな、迷子になったっけ、ここにも書いてある、ソテツの運勢林とソテツトンネル遊歩道展望台、ポッキー開いてさあ、行くぞ、あ、ふうかさん、ありがとうございます、あれ、合ってるかな、これ、なんか違うところに来たような気がする、迷子になっちゃいけんけ、どこだ、こっちだな、危ない危ない、雲、昔も見上げてんだな、これ、あ、歩こう、歩こう、あ、ここも綺麗に見えてるか、これか、おい、入り口が、はい、見えるかな、こんな感じ、分かりやすいね、暗いから分かりやすいんだ、どうなんだろう、すごいな、ここ本当に真っ暗や、真っ暗や、真っ暗真っ暗、見て、はい、お、やっと出口だね、入ってきました、はい、入り口、ここ、ここに何かあるの、
見えるかな？見えます？返事がない。ただの屍のようだ。見えてる。見えるけど読めない。あと、もうちょっと近づけたら？読みましょうか。蘇鉄金見崎蘇鉄トンネルと金見崎展望所。200メートルにわたって並ぶシダのような葉を持つヤシは金見崎の海岸線に向かって伸びる絵のような長いアーチを形作っています。この古代から存在する木の葉が密に茂る下の曲がりくねった道は亜熱帯の島の雰囲気を、なんて読むんだろうこれ、わからないな、醸し出す。共に暑さからしばし逃れられるおかげを与えてきます。このヤシ、実際は日本語で蘇鉄と呼ばれるが、少なくとも3世紀の間ここに立っています。もともとは地元の畑の境界を毒蛇のハブが木々の間から現れることがあるので、道の真ん中を歩くようにしてください。この蛇は琉球諸島の固有種ですが、近年ではハブに噛まれることは非常に稀なので安心してください。蘇鉄トンネルの向こう側にある金見崎展望台からは、トンネルの青々と茂る葉と周辺景色、東シナ海と太平洋、さらによく晴れた日にはヨーロッパ、ケケロマ島を見渡す壮観なパノラマが眺めます、望めます。また数キロメートルの沖合にあるダイビングと釣りに人気のスポット、トンバラ岩も見えます。花見の海岸もまた印象的です。浜には黒い岩、1億年前に形成された石灰岩の、これも読めない、はい、なんだろう。そして強い台風によって壊れてきた巨大な岩の塊が散在しています。展望所の近くの下り道は海岸と灯台に続いています。あ、灯台に行けるんだね。展望所へは蘇鉄トンネルの右側にある道路を通っていくこともできます。花見地域は奄美群島にまたがる奄美群島国立公園の一部です。はい、一部読めなかった。あ、沖縄さんも来られた、アズボツさんもすいません、ありがとうございます。ということで、47分ということで、それじゃあ帰ります。じゃあ最後に花、はい、ありがとうございました。ハブに注意ですそれでは今度晴れた日にまたどっか紹介しましょう。お、忙しいお時間ありがとうございました。ではでは終わり、ありがとうございます。